おお面白い。ありまくっとる。僕です。りょさん。あ。まあ。めちゃくちゃグレー釣りの期待値が高いのでグレー釣りでいいと思ってますが、どうですかはい。いいと思います。そうなんや。なんで武田さん、どこ釣りが一番いいと思ったの 両チがシンプルに人狼かなと思って、なんか、スナパイさん残せるルートもあるんじゃないかなとか思ったりしたんですけど、あ<の>まあ、強,強すぎる信仰なんで、僕はそれはありがたいです、まあ、ちなみに、たけるさんに言うと、もしそう思っていたとしても、信用決め打ちのルートに持っていけば、スナパイさん生存のルートとかになるから、たけるさんが提案してることは、なんか、本当にそう思ってたとしても利がないよとは言っておきますね。はいすみませんでした て提案はしてないですあ思っったたこと言ごめん <laughs> まあ初動で軽く思ったことは高田さんが本物っぽいなーってぐらいその高田さんって議論が始まった瞬間からもう手を挙げててまあもう最初から占い師をロケットですることを決めてた人物なんかなーって思っててまあもちろん人外として夜会話で、ね、そういう打ち合わせがあったのもあるんですけどまあシンプルに対抗しろもなんか。 人害として意味があんまないかなと思ったんで、初動軽くそう思いました、僕は。そうか。うん、うん、今、組みかしげてたカジキマルが何か痛そう。うん、あ、いや、まあ、高田さんは、まあ、あって、強人は、あ、違う違う、強人はないのかなって、なんか人狼か本物かかなと思ってて、新郎新郎じゃなければ、領地を釣って人狼の可能性は、 ある程度高そうだったから、ちょっとたけるさんに同意した部分があったって感じかな。だからなんか、しんたろうさんが高田さん本物っぽいって言ってたけど、俺はそこまでなんか思えることもないなと思ってちょっと首かしげてた感じです。そもそも僕視点、振動振動ないですよ。あ、まあそうね、予知シだった。議論が動かなそうなんで、僕視点の内訳どう見えてるかだけ話しておくと、僕も高田さん、真の。 心境、心労、まあ、が本線かなって考えているので、高田さんに声を回してほしいなぐらいの気持ちで今考えてますって感じかそんなあそ、そんな見えますよ。へー分からん、そんなに極端な話じゃないんだけど、なんか、前毎が霊媒師のどちらかに人間っていうことで、強人として気づいてもらいたかったんじゃないかなって最初、軽く思っちゃったことは、俺はあるっていう感じでございます。うん 鈍い置で当てようとした心理ってことか。うん、そう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 。それがあるかなと思ったから、両チーム処刑して、スナパイさんが仮に人狼とかって見た場合、なんかちょっとその思考がすんなり入ってくるなぐらいで最初言ったぐらいです。なんか、タケルさんにもうちょっと話を広げてほしいなって思うのは、その時って別にスナパイさんと僕でどっちに本物がいたとしても、マイマイさんが強人でランダムでどっちかに白当てたってだけだから、信用が傾く要素がそんなないはずなんだけどなって思ってるから。 わかる。うん、僕は普通に怪しんじゃってます。霊媒から行くなら、スナパイさん釣って、あ<ー>旅地が毎いと繋がるかどうかを見る方がいいなと思ったけど、あなるほど霊、ね、媒から行かないのがい,い,い行かないと思うので、うんうん、意味のない話をしてます。そうですね。はい。あと、グレイク。ーさんは評価むずいとだけど、うん、初動の一言目で別に旅地が、旅地に対して今日霊媒釣れる 感じの空気でもないのに、幼稚狼として思ってるから、鶴かっていうのは、まあ、人間っぽくない思考ではないと思うけど、人狼っぽくない人狼っぽい思考でもないなと思ってるから、ちょっと評価むずい。割と結構素直に出てきた意見に見えるから、うん、私は結構村っぽい風に見えちゃいましたけど、うん。うん、これも感じ方は、あのカラスマさんよりです。武内さんについては村っぽいと思ってます。 今のところ特に反対意見ないからグレー釣りの方針でいいよね。いいと思います。はい。い,いと思います。占いの結果も少ないので、うんうん、グレー釣りでいいと。おおと。うん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 。たん。うん。んう,んうん。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 ううん。うん。うん。 初動の軽さだけで取ったら、まあ、そう評価する人も多くは、まあ、分からなくはないけど、まあ、その後も続いてるっていうところがあるから、ちょっとだけ、まあ、言い方あれだけど、くどいかなとは思っちゃった。<laughs> で、慎太郎さんの高田さんが人外の時に太鼓に白を出すう々ぬんだからしんも、まあ、あんまりまだしっくりはきていない。だから高田さんが偽とかではないけど。 でも新太郎さん、タケルさんで比較するとタケルさんの方には投票しそう。でも、科目がいるなら科目に投票する。最後まで貫く人がいるなら。ケースケ・パクちゃんの意見聞きたい。ケースケ発言します。タケルのことは怪しい。いなんか柴県と同じような考えをしてて、人間らしい部分と、ちょっとやりすぎ、ちょっと見えすぎかなって思う部分もあるんだけど、でもタケルが人間だった場合に、 カラスマさんの位置が人狼かなってちょっと思って話を聞いてて、でもなんかカラスマさんの視点で、僕どっちかというとタケルに対する意見って、そのデオチが返した返答とか、イモスケが拾った、それは俺も思ってたっていう返答のように、ちょっとなんか突っ込みどころはあるとは思ってたんですよね。ただカラスマさんが思ってることをしっかりと言えてそうっていう判断をタケルに下したところが、タケルが人間だったときに、 攻められてるタケルをフォローしてる人狼がありそうだなってちょっとだけ思ったのでカラスマさんとタケルのどっちかに投票しようかなって今の段階では思ってますはいちょっとだけしゃべりますうん、僕はなんか残り二分の段階まで最初タケルさんが漁長釣ればいいってスッて言ったけど なんか、まあ、僕は別にそれもいいのかなと思ったけどそれのメリットとデメリットが今まで考えても全く分かんないんで、まあ、多分たけるさんは僕より頭がいいんだなと思っただけですねなんかそれが怪しいのか人間かはちょっと分かんなかったです正直でもいもすさんのそのたけるくんに対しての話の対する他がいろいろ話してる時のいもすさんのリアクションだけはなんか人間っぽいのかなって思いました で、書道高田さんが進歩いと思ったのは、慎太郎さんと同意。ただ、マイマイが、例のに占い結果を強人だったときに、なんか当てるメリットが僕はあんまりないと思っちゃう。仮にご主人に当たったとしても、別に強くないと思っちゃうから、なんか結果的にはどっちが真眼かわからないです。はい。ルさん、んいいんですかなんかごめん、パクちゃん。あの、実はみんないっぱい俺の話してくれたんだけど、うん クちゃんが俺賢いって言ってくれたけど、俺、実は頭悪かったなって、イモちゃんから、妹スケからの回答を持って、思ってて、確かに、スナパイさんを処刑して、女子が色を見て、前々の結果がずれるとかっていう方が、確かに分かるなっていうふうに、イモスケが言ってくれた時点で、それは考え直していたから、<laughs> あの俺、俺が頭悪かったんだなというふうには感じている。で、えっと、イモスケのことを現状人間だと思っていて、うんうん、梅犬、芝犬、圭介の3人も人間らしいと俺は感じています。はい。 すごっ慎太郎君って今あのどこに投票しようかなみたいなのって持ってたりしますか柴犬さん柴犬おお<僕>その心は一回その一回今日はたけるさん人間前提で推理しようかなと思ってて、うん、でその時に今日たけるさんに関してまだ両面性があるよねっていう判断を下したのがえ柴犬さんパクちゃんすけさんの3人、うん、ただこの,この3人だったらすけさんとパクちゃんは結構評価できる部分があったんですよね はちゃん僕と味方が近かった共感値で、いすけさんは一応、両面性があるけど、その上でもう一歩踏み込んだ整理をしていたから、だから、柴犬さんって感じ、僕の中では。なるほど、なるほど。なんか、うーん、ちょっと両地が偽物かなって思ってる節もあるから、武田さんを処刑したくないよりに現状は思っていて、高田さんのことそれでは話し合いが終了となりました。<laughs> 投票をお願いいたします。 投票,します投票はたけるさんに投票します。なんか、僕の目線から見たときになんですけど、霊媒の結果を操作しやすいって観点で、スナパイさん人狼の方がどうしても色濃くは見やすくて、スナパイさん人狼の想定を色濃くしたときに、まあ、純粋に白刺さってる分、マイマイさんの方が劣勢には見えるっていうのもあるし、 あと、マイマイさんが死んで、スナパイさんが強人のケースのとき、高田さんが人狼になるんですけど、僕、梶木丸さんの意見と逆で、高田さんが人狼のケースのとき、マイマイさんに白を打ってグレーコンするメリットがあんまり感じられなかった。だったら、グレーに白を打って、純粋に身内を確保だとか、もっと他の戦略が取れたと判断してるって感じですかね。なんか、慎太郎さんが竹る白がどこから飛んできたのか聞きたいです。はい、じゃあ投票いきます。投票は、えっ、ー、と、梶木丸でお願いします。 自分の視点からは、一番今懸念しているのは、高田賢志人狼、マイ新マイ、旅地、人狼の新郎新郎パターンが僕視点は存在すること。だから、えー、その場合、スナパイ釣りを提案したイモスケって3郎目、ラストオルフ候補になりうるんだけど、そもそもその内訳推理がレアケを追っているかなと自分でも感じているので、イモちゃんはちょっと様子見したいなという感じで、えー、意見、首をかしげたり反応はあったものの、意見がそんなに ししししっくりきていないいなのでかじきのに対応しまままにすすすは投、い、投票票さんに投票します単純に色が見えすぎてるかなとすごい極端な意見だなと思ったのが理由と私今日一番共感できたのは梅健さん。1CO で例えば止まった時の懸念とかも可能性としてあるのになぜそんなに瞬発 CO が本物なのかって私は謎だ,だったけど慎太郎さんからの指定と,指定というか柴犬さんってめっちゃいいなって思っていて。 あとは霊媒師に関しては、スナパイさんがグレーへ進めてくれたのはいいなって、強人っぽくないなって思ったけど、かじ丸投票なのかって思ったので、霊媒師の投票は考察に入れない。はい。投票します。うーん。たけるに入れます。 うーんまあ、対抗が入れたけども、タケルに入れます。うーんというかなんか、霊媒師って多分、このレギュレーションって釣ることがあまり考えられなくて、で、まあ、初っ端で話したことは別にどうとも思ってないんですが、ずっとその話だけをしているタケルは、単純に占い結果を使いたくないから、霊媒師の結果を持って判断するのが一番いいかなと思いました。 投票します、まあ、投票は議論中も話した通り、柴健さん投票。まあ、りょちさんから少し言われたんで、もう少し噛み砕いて話すと、まあ、たけるさんの行動には両面性があるっていうのはそうなんですけど、僕はどっちかっていうと、村寄りで正直拾ってて、だからこそたけるさんを一回人間で仮定した場合に、多分、人狼が一番やりやすい行動って保留かなと思うんですよね。たけるさんを白いとも黒いともおかずに、どっちも両面性あるよねって言っといた方が、立ち回りやすいからって考えた場合に、さっきの3人候補が上がって、 ただパクちゃんとケイスケさんには僕は評価できる部分もあったかなっていう感じ正教で柴犬坂ん僕の中で浮かびました以上ですはい投票します投票はカジキマルさんに入れますなんか怪しんでるとかではないですなんか僕は現状その役職者とかの投票を見た結果タケルさんは怪しくないと よ,より思ってしまったので、タケルさんを救いたいという気持ちだけで、はじきまるさんに投票します。なんだろうな毎毎目線、どう見えてタケルさんが人狼になったのかがよくわからなくて、高田健一さんを人狼と思ったのか、強人と思ったのかはちょっとわからないですけど、なんだろうなどういうつながりでタケルさんが人狼になるのかが、僕にはあまりよくわからなかったです。なので、なんだろう。<laughs> 役職者から 全部切れてそうな気がしたので、たけるさんは違うのかなって思いました。以上です。はい、投票します。パクちゃんに投票します。投票理由切って、は人外かなって思っちゃいました。ごめんなさい、これはもう。なんか、たける、あ、違う、自分に対しての投票理由は特にないってことだったんですけど、まあ、僕は、なんて言うんでしょう、スナパイさんに話をくらえて、 まあその、カラスマさんが出した、まあ、タケルさんが人間っぽいという感じ方を僕もしていますっていうふうに、まあ、意見を出していて、スナパイさんはそれが飲めないから、まあ、分からなかったから投票って言ってたんですけど、まあ、パクちゃん目線でタケルさん救いたいんだったら、僕に投票になるんですかねって思ってます。で、タカラさんが結構投票時の発言で、本心で喋っているなら、真かなって思ってます。タカラさんが。はい、以上です。はい、投票します。投票は、芝県に。 投票します、ね、カジキバルは俺のことを人間だと言ってくれた人、芝犬は慎太郎君の推理を借りて、そういうふうな考え方をする人狼はあるかもしれないと思って投票しているだけです。パクちゃんのことを俺時点では疑うことができないので、この投票という感じです。はい、はい、投票します。えー、タケルさんに4票目を重ねます、まあ、占い師両方 投票してることから多分両売らな、両占い師占いたくないんだろうなっていうので落としていいかなとは思ってますのと、えー、まあ票を持ちすぎっていう点と、梅犬、圭介、柴犬を多分その過程の何らかで柴犬さんが入れ替わってる、あの変わったとは思うんだけど、今投票してるから、まあ、イモス助とこの4人はじいて、烏丸さんもたけるさんしろって言って、割とたけるさん視点、かじマ丸投票とかも、まあ、なきにしもあらずだったから。うん 柴犬に変えてまで入れるんだなっていう印象がありました。はい。まあ、投票一応佳樹丸にしときます。僕もえっ、ー、とたさんのことを人間って言った方が人狼っぽいと思ったハアでそこは慎太郎さんと違うんですけど、カラスマさんとか佳樹丸の方が、えーうん、人狼が言ってそうだなと思ったので、圭介と割と共感していて、そのたさんがどっちかわからないっていう柴犬 のその精査をちょっと置いといたのも人間感情かなと僕も近い感情を持っていたのでなのでまあ武さんカジキマルがつながるような気もしてきておりますがはいという投票になりますはいカースの投票しますまあ正直黒一はこの初日の発言を聞いただけでは私には分からなかったです ただ、えっと、慎太郎さんに関しては、高田さん真の理由は、しょっぱなのは納得ができなかったんですけど、投票時の発言が一番しっくりきたのは慎太郎さんでした。なので、乗っかります。千葉県さんに投票します。圭、ま、介、あ、さんが、まあ、どこと決戦にするのかっていうのもまあ見たいんで、はい、以上です。はい、千葉県投票します。うん、投票コードは。 カジュキマル、カラスマ、タケルの3点がめっちゃ怪しいなと僕視点からは思いました。ここで柴犬投票しても柴犬票持ってるしカジュキマル投票したら柴犬3決戦以外は投票上がんないんで、ほぼ捨て票。うんまあ、一応カジュキマルには投票しておきますけど、慎太郎さんはなんか柴犬とかそこら辺のとこを保留するのが人外らしい行動って言ってたけど、実視点は よちが武けさんに対して触れるのがめちゃめちゃ遅いと思ってて、最初、弁明のスタイルから入ったから、よちの最初の時点でたさんめっちゃ安んじゃないなと思ったから、そこをどう評価しようか考えてたから、保留って扱いにしたが一番正しいです。はい、t s 投票します。うーん。なんか、軽く考えるのであれば、高田さんが信らしいのと、あと議論中にも、 と投票時含めて、慎太郎くん、芝犬、芋助、かキマ丸までを人間らしいっていう判断に今のところなってて、ワンチャンね、パクちゃんをね、決戦にあげてもいいかなってちょっとだけ思ってたんですけど、まあ、様子を見て別に今日急いで釣る必要もなくて、パクちゃんに色当たったらいいなってちょっとだけ思ってますね、高田さんから。じゃあ決戦にしますか。毎々に投票し捨てておきます。はい。 それでは投票の結果、本日は梶木丸さん、たけるさんの決戦投票となります。お二人は各50秒ずつ弁明時間が設けられますので、お好きな方から弁明をお願いいたします、どうぞ。はい、じゃあ、弁明というか、おも議論中に思っていたこと、俺、結構今回の議論のいい起点になったのが、梅犬のセリフだと思っていて、梅犬が言ったことっていうのは、俺に投票するが、それ以外の、ね、 ってかなこれ以降、寡黙な人間がいたらそこに投票するという意見から、寡黙だった圭介やパクちゃんというところが喋ってくれたと思っていて、俺はその二人は比較的人間らしいと思ったから、まあ、なんか、あ梅犬が人狼だった場合、寡黙置に人狼の仲間がいて喋らせたのかなと思ったけど、そうでもないなと思ったから梅犬は人間だと思いました。投票時、票を持ったのは役職者からバンババンと入れられて。 誰に入れようかなってその後考えていてカジュキマルあたりかなパクちゃんあたりかなと思っていたらパクちゃん俺をかばってくれてカジュキマルも議論中にタケルさんは人間だって言っていたというようなメメをしてくれたので芝県に投票したしか落とせることが今のところないですはいはい喋りますまあなんか投票中に本当になんかタケルさんこと人間 って感じてたって言ったわけじゃなくて、明確にスナパイさんから話を振られて喋ってるんで、なんか聞いてない人たちっていうのは、まあ純粋にツリーチ探してたんかな、ちょっと思っちゃうっていうのがあるんですよね。パクちゃんとかに対して特に。で、ケイスケさんが、まあちょっとケイスケさんは本当は投票を待ちたかったんですよ、僕は。なんか、タケルさんかカラスマさんのどっちかに入れるみたいなこと言ってたと思ってて、なんかそれってどっちかで一もしくは、 あまあ、そうどっちかで1とかで考えてるのかなと思って、どういう決定を下すのかなと思って、でも最終的な、なんて言うんだろう、えっと、評価が俺のこと人間ってなった上での、なんか投票理由聞いて、スケさん人間っぽいと思って、いもすけさんの人間はあんま拾えてない、慎太郎さんの人間は僕もそれでいいかなって思ってるんで、なんかスケ慎太郎が今人間だと思っているっていう感じですかね、投票聞いて。まあ、パクちゃんの色は別にどっちの占い師が占ってもいいですけど。 がかうとかはあそれではお二人の弁明が終わりましたので残り11名の方でどちらかに一斉に投票を行っていただきますかじき丸さんに投票されたい方1番たけるさん2番でお願いいたします投票先決まりましたら画面上に見える範囲でグーの状態で手を前に出してください全員揃いましたら一斉に投票を行いますそれでは参ります投票321ドン1番 カジュキマルさんに投票されてる方、指をフリフリしてください。2票。2番。タケルさんに投票されてる方、9票。投票の結果、本日処刑されるのはタケルさんです。有言をお願いいたします。皆さん、決戦投票だったんですよ。記念撮影じゃないんですよ。なんかもう全員、ほぼ全員ピースはちょっとやられすぎたなって思ってる。役職者、全員から投票されました。はい。あの、 僕は預言者がどっちが本物か分かりませんが、どちらかといえば、高田さんの方が本物らしいと投票理由は聞いて思いました。正直、えっと、千葉県に対する話と、俺に対する投票っていうのが、前々の投票理由はおかしかったなと正直感じております。はい。礼媒師の本物、頑張ってください。それでは、たけるさんはビデオの停止を押してください。 タケルさんを処刑したにもかかわらず、恐ろしい夜がやってまいります。生存した皆様は、ビデオの停止を押してください。それでは皆様、おやすみなさいませ。難しいね。あいや、最初はね、タケルさん白軸で整理しようかなと思ったんだけど、まあ、初手の結構、 まあ派手って言ったらあれかもしんないけど、割と軽めに、え、例外釣りいいんじゃないみたいな。まあ軽さを評価して、で、まあ役職者3人から投票を受けたってことも加味すると、まあ一旦タケルさん白軸で整理した方がいいかなと思ったんですけど、まあ右的にタケルさん結構怪しいってのもあるし、まああと梅木さんが言ったタケルさんの怪しい要素っていうのも、一定数は納得できるものがあったから、決戦ではタケルさんに評害したけど、 たけるさんが最後言った、えー、と柴犬さん投票の理由を聞いたらまあそれも納得はできるけどって感じだねうんまあ梅金さんの論は柴犬さんが白打ちだったけど投票が入っていることあと投票持ちすぎだよっていう、まあ、それも分かるんだけどその返答として、まあ、投票を持ちすぎていたのは役職者からめちゃ投票が入って迷っていたで通るし柴犬さん投票も、まあ、その時点で票を持っていた、えー、と柴犬パクちゃんえー <laughs> カジュキマルか。の3人だったら、まあ、カジュキマルパクちゃんが自分目線で疑えないから、白打ちで割ってくる柴犬さん投票っていうのも納得できるんで、なんか、両者分かるなって感じなんだよね。うーん。まあ、でも投票は一応変えたわ。まあ、党、役職所から投票もらったから白いっていうのも、ね、間違ってるっちゃ間違ってることもあるから。ライン切りは全然あるんだね。あ、例えば、マイマイさんが偽物だった場合に、 たけるさんが相方だったら LINE 切れるタイミングではあるかなと思うんでね。うん。まあ、たけるさん投票わかんないでも結果は。結構むずいなーまあ、梅賢さんは結構評価してる。たけるさんの色問わず。まあ、たけるさんが人狼だったらめちゃくちゃ白いし、たけるさんが人間でも梅賢さんのことはそんなに疑わないから今のとこはね。割と意見的には一番しっくりきてる僕の中で、梅賢さんが。 かキマ丸さんは、まあ結果決戦で僕はかキマ丸さんと投票しなかったわけだけど、うーん、まあ、わかんないですね。でもね、高田さんがその、まいまいさんと票を重ねて、合わせて、たけさんに入れた行動を新っぽいって評価したのは、結構わかる。わかるかな なんか、高田さんが人狼とかだったら、対抗が入れてる武田さん人間っぽいと思うからそこには入れませんっていう方が楽な推理っていうか、やりそうな推理かなって思うんで、逆に重ねるのって、ワンチャンそれで偽っぽくなる可能性もあるからこそ、なんか本気でそう思ってる。梶じ村さんもそういうワードがあったけど、本気でそう思ってるならシっぽいですっていうのがあったから、なんか割と考え近いなと思って。梶じ村さんそこで割と僕評価したんだよな。 まあ、柴犬さんに関してもね、まあ、投票して怪しいんでるけど、まあ、これは僕の独自の理論なんで、全然柴犬さん人間もある。けいすけパクちゃんもまあ、これわかんないね、今回ちょっと。正直。正直わからんといったところ。むずい。1番、高田健さんからビデオの開始のみを押して戻ってきてください。戻時間早っ。番、慎太郎さん。 3番カラスマさん4番マイマイさん5番スナパイさん6番梅健ケンさん7番柴ケンさん8番パクちゃん9番リョチさん10番ケイスケさん11番イモスケさん12番カジュキマルさん恐ろしい夜が明け朝がやってまいりました昨晩の 犠牲者は梅健さんです。梅健さんはビデオの停止を押してください。それでは現在、11名生存です。皆様、マイクのミュート解除をお願いいたします。それでは2日目の話し合い、8分間で開始してください。どうぞ。どうぞおます。どうしますはっきり俺の結果言っていいですかまず、梅賢白です。あら,ら、ね、<laughs> じゃあ私から、唐沢さん白です。人間です。はい <あ>もうダジャっぽいします。タケルさん人間ですってじゃあ合わせられないからう。うん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 。<ー>おお<ー>。ルチ君が人間。人間です。なるほどなるほど。ほどあれってダブラネリュー聞きましょうか。はい。うん、あ、じゃあ私から先に生かしてもらうと、私昨日タケルさんかしばけんさんどっちか釣れば、まあどっちか釣れるだろう、まあ人狼いるだろうっていう軸だったんですが。 たとえタケルさんが釣られて色結果が仮に割れたとしても柴犬さんの位置だったりパクちゃんの位置って疑い位置から変わんないと思うんですよどっちかっていうとラストウルフとしての動きをしてる人を占いたくてまあ最悪黒が出たらラッキーだし白が出てもえっと私の目線ではすごく大きいなと思ったのでカラスマさんを占いました結果人間でした以上ですはいえー、タケル白系アで一応梅犬を占った感じですね たけるが白だった場合ってヒット梅犬かなと思いました。たけるが昨日を議論開始した段階で霊媒師に触れている会議って自分から見たときって霊媒師の中に必ず狼が出ているので、自分視点は。そうしたときに相方の狼がわざわざ霊媒師に触れるとは俺はあんまり考えていない。無駄だと思ってるからむしろ村側より狼の方が無駄だと思っているので。で、それを一番最初に 狼だという観点からつっついた梅犬は最初は違和感があったので、まあ、後々はタケルがあのずっと霊媒師の会はそこでもするんだっていうのがあったので投票はしましたけど、一応白の可能性は自分して普通にあったので、梅犬を占った結果白でした。なので、っていうか、噛まれると思ってなかった。んしょはいあ、いいですか、阿賀初日の意見は他の人と会わないと思う。 てたんですけど多分みんなが思ってるのはカラスマはラスールの位置ではないとはみんな思ってると思います,そうすねそうなんだよね、うん、じゃあ、はい、私の感性の問題かもしれませんまあまあそう思ったのかな一応ね多分結果としては自分のタケルさん黒っていう結果がどうなんて思ってる人多そうやから言っておくんですけど僕の目線からはリョチ君って限りなく人狼なんですよ 狂人であんな盤面を推理した発言伸ばさないと思ってるから、僕、りょちくんのことは出てきて話し始めた段階から狼だやと思ってるんですよね。で、リョチ君りょちくんのタンズリを言ってたたけるさんで、僕、視点は印象いいんですが、えー、それで投票を避けたんですけど、まあ、かキき丸さんとの決戦の話聞いてると、うん、たけるさんの方が単体怪しかったので、投票決戦では変えました。で、えっ、ー、と、高田圭史の占い理由にもあった通り、 たけるさんが白だった時の筆頭は梅賢なわけですよ。たけるさん黒だった時の筆頭白い置って梅賢さんじゃないですか以上ですまあ、基本的に高田さん、まあ、今日の占い理由とか聞いても僕は唐様さ,さん自身が言ってくれてる通りセカンドの位置だと唐マさ,さんは思ってるからなんかラストルフを見つけるっていう感性がもともと僕マイマイさんとあんまり合ってないなってぶっちゃけ思っちゃってるのも込みなのとなんかまあ、だから高田さんを死んで思っちゃってはいるみたいなのはどうしてもあって、うん、まあその で現状ラストルフ候補というか、またけるさんが白結果を見たことによってオオカミっぽいなと思ってるのは、しゅさんにちょっと議論を聞きたいなぐらいの感じにはちょっとやっぱ戻ってきてるのは。 なんか柴犬さんが言ってた僕がタケルさんを怪獣しに行ってるというか、なんか優しくなだめに行ってるみたいな話してたんですけど、あの段階でタケルさんが勘違いして僕のこと殴ってる村人なのか、タケルさんが人道でスナパイさん人道って相方が見えてるから僕のこと釣りをしてる人なのか判断つかないから、それだけでタケルさんの体力を削りきるのはもまずいというか、タケルさんが人間になった時のケアが効かなくなるみたいな感じだったんですけど、柴犬さんはどう考えてるんですかいや、先に精査が入るかなと思っててて、両チ君側からのタケルさんに、なんかその、 霊能者鶴云々ぬんかんぬんの議論が俺は先にち、ちゃんとしっかり覚えてないから、あやふやだったらごめんね。えー、だと思っていて、り地が一番最初にとった行動がそのなんか、弁明から入ってたから、その場合、タケルさんってまずなんでこのスナパイ漁師の内訳、人狼だと思うんですかっていうところからの議論スタートになるはずだなと思っているから、そこが普通に、んな,なんで受け入れてんだっていうのが普通にちょっと違和感だったから、タケルさんの精査を保留にしたかった。がその時は人狼であることがほぼ固いから。 今日進行ってどうなるんですかねちなみに。グレーなのかなグレーかなグレー思ってるんですけど、なんか誰が固めるとか、その、神様みたいな人が作った方がいいのかねたけるさんをみんながどう思ってるかで、僕はあんまり人狼と思ってなく、誰ですかたけるさんのことを、だから、スタパイさんに行くのもありかなと思ったり、 あのグレーに行ったときにカラスマさんで囲われてる可能性は結構あると思うので、まあ、冷たいっていう気持ちはわかるんですけど、グレーの人間をもう一日釣って間違えられなくなるぐらいだったら、真の可能性があるかもしれないですけど、スナッパイさんが偽だと思ってるので、僕はスナッパイさんに行きたい気持ちがちょっとあります。も僕とイモスケさんの対抗でもいいですよ。イモスケさん釣りたくないかな。それかさん あれじゃないですか。私は別にマイマイさんのシーンを切り切ってはないですけど、マイマイさんが今後信用勝負で勝てるかどうかっていう天秤にかけた時まあ今日マイマイさん釣りっていうのもまあ一つの選択肢なってかなまマイマイさん釣りは僕は反対から。なんかそれは反対したくって、なんか思ったより自分の中では高田さんの梅賢さんの位置を占うの方が、なんか議論活性にはならなくないかって思っちゃったんですね、正直。なんかそこで白ついても黒ついても、なんか どっちでもって思うんですよ、正直ね。だから別にマイマイがラスールだと思ってカラスマさんを占ったとは言ってたんだけど、カラスマさんの位置が仮にマイマイシンの時白で、ケイスケさんが懸念してたカラスマのなんかそのタケルる白を使った議論がみたいなのは、なんか思考が進むんじゃないかなとか思ったんで、別にどっちがシンでもあり得ると思うから、なんか霊、うん、媒に行くかグレーに行くかのどっちかがいいかなって思ってた上で、柴犬さんに昨日投票した 3名いたと思うんですけど、慎太郎さんと烏丸さんと、あと、たけるさんか。んうん、なんか結構、えっと、芝県かじき丸たけるに票は集まっていたんで、なんかここら辺はもうちょっと、この、なんていうんだろう、身内切りの投票が入ってなければ、なんか見やすいラインになったりするのかなとは思ってます。ちなみに、ちなみに僕、たけるさん、人狼、スナパイさん、進ンかなって今思ってるんで、柴犬さんはもうあんま疑ってなくて、グレーズベルンならパクちゃんかイモスケ、僕の中では。 全く同意をしてますというのも、パクちゃんがたけるを、まあ、決戦でも投票してないので、まあ、普通にシンプルに考えると、今はなんか雑貨で人間ちょっと拾えちゃってるのが慎太郎のいち慎太郎君とか、あと、スマさんの今日の発言と、あと、日の投票時の発言も含めて、あんま人類っぽくないかもが最終的に帰着になったので、単体でちょっと白っぽいと思ってるカジュキマルとか、あと、ちょっと下がってはきているけど、イモスケもあんま処刑したくなく、だからスナパイさんの言ってる黒結果が合ってる可能性込みで、うんうん パクちちゃゃんんとの人狼同士を今考えちゃってるんですよねだからこそ、前々を処刑したくない。うん、はい、えー、っと、まあ、めちゃくちゃ言いたいことが分かるんですよね。なんか、両地がしんぽくないっていうよりかは、スナパイさんが言った通り、たけるさんが黒,けん黒結果だった時の白い地筆頭が梅賢さんで梅賢収益が入ってるから、スナパイさんの言ってる結果が本物かなって、僕も現状、結果を見て思ってしまって。 てるから。それでは話し合いが終了となりました。れれ投票をお願いいたします。はい、一番に行きたいパクちゃんに投票します。僕イモスケと対抗でいいみたいなこと言いましたけど、えっと僕の視点では両チタける誰かなんですよ。その3人目がイモスケやっていう構図が僕にはあ、全くしっくりこないので、イモスケに投票する気は実はないです。パクちゃんに投票します。投票します。投票はスナパイさんに入れます。 なんか、圭介さんとか慎太郎さんに説得しかけても無駄なのか分かんないんですけど、なんか片側だけ詰める人狼ゲームがしたいのであれば、なんか、高田さんとかマイマイさんとかに人狼を狙って占ってもらいたいみたいなことまで昨日言わなきゃダメだったんじゃないかなとは思ってるのと、なんか、梅賢さん襲撃をなんかスナパイさんが結構利用して、梅ンさんって人間がタケルさんに投票してたからみたいなこと言ってると思うんですけど、梅ンさんの言ってた理論って、タケルさんが怪しいか人間っぽいかを発言したにすぎなくて、そこにタケルさんの色って全く連結してこないから、なんか、梅賢さん襲撃をそこまで 利用されるとななみたいい感じははありまますけど、ねはい、投票いきますスナパイさんに投票しますスナパイさんがョチとタケルさんのロー,ローって追ってるときって、高田さんが限りなく本物になると思ってて、高田さんが強人でえ対抗しろ、死体しろって、人狼が連れてるのにやらないと思うし、強人目線はからないですけど。ってなったら、新郎新郎、新郎新郎でも高田さんがそれをやらないと思うんですね。領地高田 タケルでもそれやらないと思うし、狂人でもやらないと思うので、結果高田さんが本物、マイマイが偽になると思うので、なんか、スナパイさんシーでもマイマイのシーがあるって言ってる人の思考が一番わからなく、それがグレーから結構出たので、えー、スナパイさんが偽かなって改めて思いました。以上です。はい、パクちゃんに投票します。例えばですけど、高田さんが狂人で私に白を打った場合、 人狼が例えば、霊媒師に出てた時まあ、りょちくんなんですけど、その場合にはアピールになるってことが一つと、りょちくんは、まあ、坂田さんのことを本物だと言ってるので、まあ、それはある。で、一応、スナッパイさんの結果、まあ、現状、私は、パクちゃんとか柴犬さんの位置って、基本的に怪しいままだと思ってるので、たけるさんの結果がどうこうであれ。だから、まあ、言い方というか、ラスウルって言ったのは感性の違いだけど、えっと、カラスマさん占いは別に間違ってないかなって感じ。イモスケさんは人間要素を拾った。 投票します。投票はパクちゃんに入れます。まあ、りょちさんとは明日会話をしたくて、今日りょちさんの発言の中で、ラストオルフっていう単語が出てきて、僕その前後はあんま覚えてないんですよね。だからまあ、りょちさん目線でどういうあれでラストオルフっていう単語が出てきたのかを明日聞いてみたいなっていうのと、まあ、スタパイさんが新郎の場合は、梅賢さんを噛むことによって、たけるさん黒のセットクロクロを上げるみたいな、まあそういう戦法を取ってるんだろうけど、あんまりそういうふうに見えなかったから、 って感じかな。まあ、素直に投票でパクちゃんいますけ。まあ、カジキマルさんもギリ入るかなと思ったけど、視点は結構近いから。優先度は低いって感じかな。はい。投票します。投票。パクちゃんにします。まあ、今日の発言を聞いて、まあ、ある程度占いの信用勝負が成り立っているんだな。と、私は皆さんの発言を聞いて思ったので。まあ、グレ釣りでいいと思います。というか、まあ、別に占い結構決める。 た場合って、まあ特にマイマイさん視点とかもそうですけど、まあ零倍に初日白が当たってるから、まあ今日スナパイさんが釣らなくていいと思うんですがどうでしょう。はい。はい。投票をします。うん、なんか僕投票の正解がちょっとよくわかんないんで今現状素直に思っていることを言います。加治木丸さんに対して昨日僕マジで話をちゃんと覚えてなかったです。 なので、昨日、カじキまるさんがタケルさんを人間って言ってたのを完全に忘れてた。なので、僕が悪かったと思います。でも、今日の話で、昨日、じゃあ、かキマまる君違うんかと思いながら、カじキまル、あ、さんに投票したんですけど、で、今日の話を聞いて、カじキまるさんのな、確かスナパイさんをあんまり死んじゃないみたいな感じで言った気がする。なんか僕と考えが違った気がするんですよね。んなんか僕は今日の襲撃結果とか例の結果を見たら、スナパイさんのシーンが上がっちゃったと僕は思ったから、まあ、そこの価値観はちょっとだけずれたなって思いました。 うん、まあ、多分僕が死ぬと思います。かじき丸さんに投票します。意見表ですね。投票します投票はパクチャに入れます。まあ、グレーズリーが最善だと思っているので、パクチャに投票。うん、自視点から見たときに、霊媒師がどっちが真かガチでわからないって感じですね。えっと、旅地が真のとき、ん 旅チが真の時ってスナパイがローになって、その場合って、黒結果打って梅犬が見て意味不明すぎるので、意味わかんないのと、スナパイが真で、その場合旅チが黒の時って、タケルとの身内切りも意味わかんないので、結構両方とも意味わかんないかなと思ってます。10番、ケースケ、投票します。 えっと、8番、パクちゃんに投票をしようかなと思います。なんか、いずれにせよ別にあの役職者たちがどんな内訳であろうとも、まあ、グレーの要は濃淡っていうんですか、疑いの濃淡っていうのはつけていくべきだと思ってて、で、まあ、現状僕は慎太郎君のことをちょっと疑いづらい状況に陥ってて、で、単体で、イモスケもかじき丸も疑って。 ないんですよ、困ったことにね。うんで、柴犬の人間をや,や拾いかけてるんだけど、別にここは自信もなく、で、烏丸さんの今日の僕、ラストルフじゃないですよねを人狼で言ってるともあんまりちょっと思えなかったので、結論、まあスナパイさん新宿でパクちゃんをかなって若干思ってる自分がいます。柴犬投票します。投票パクちゃんに。 投票しますそうなんだよな。高田さんの言う通りで、高田さん新視点って、スナパイさんもりょちくんもよくわかんないっていう、ね。スナパイさん視点は俺、ほぼりょちくん強人かなって思うけど、そうなると高田さんとつながらなくなるから、その主張を避けてるのか、りょちくん視点は今日、スナパイさん投票絶対飲まれないと思うけど、投票してるのがすげえ偽装だなと思ってるから。うーんって感じ。 でも、りょちが思ってる方の俺は別にりょちのシーンを全然切ってないよ。普通に精査してるから今。パクちゃん投票。投票します。まあなんか決まっちゃったんで、パクちゃんに投票します。パクちゃん人間だったらまあ昨日の言いがかりになるんでごめんなさいって感じなんですけどうん。そうだな。まあなんかごめんなさい。役職のシーは本当につけれないです。なんかそれぞれ言ってることはわかるし、まあじゃあ高さん が偽でね、この結果を出してる意味もないから、うーんって感じで、まあ今日もしマイマイを処刑した場合は、高田さん噛まれるかを見れたし、高田さんが人狼の占いしたとしても結果ゼロって地上見してくれるから、それはそれでラッキーぐらいの感じだったんで、占い師よりグレーの方がいいんじゃないって言ってました。マジでわかんないです。はい、以上。 それでは投票の結果、本日処刑されるのパクちゃんですす言をお願いいたしますはいパクちゃんです。うーんと、なんか感覚っていうか、ケースケさんが言ってることは、なんかね、僕を疑ってるっていうのをめちゃくちゃ理解した上で、ケースケさんの視点がなんか分かってしまうんよな。なんだろうな。し僕は、慎太郎、烏丸美幸、妹助の3人が人間だと。 思ってます、まあ、イモスケさんが言ったスナパイさんの心眼とマイマイ心眼がどうこうみたいなのはまあ確かにその通りだなと思ったしそれに対して一番最初に多分同じような意見を言ったのがカラスマさんだと思ってるからカラスマイモスケは人間同士だと思ってて慎太郎は僕は多分初日から疑えてない状況でなんだろうな, <laughs> なんか誰が黒いとか現状を拾えてないけど僕は人間なんですようんこれやばいんかなどうなんだたけるさんが人間だった世界線はちょっと僕は ここに何人人、なんか人狼の数がすごいことになりそうで、ちょっとよくわ,んわかんなくなってしまってる、もう投げ出してしまってる自分がいるので、ちょっと考えることを皆さんに任せます。人間です。以上です。それではパクちゃんが処刑されたにもかかわらず、恐ろしい夜がやってまいります。生存した皆様はビデオの停止を押してください。それでは、皆様、おやすみなさいませ。 うん。あ,あ、やばいまて、霊媒これ、滑ロになってるわ。<laughs> 草まあね、ちょっとヘッポコ霊媒師入りのレギュレーションの試行回数が少ないんで、正解というか行動の進行的な正解かわかんないんだけど、本当に今日はグレーズムが正解だったんでしょうか。は <laughs>。あ、でもスナッパイさんつってさ、スナッパイさんが本物だった場合はさ、えっと、5日目に蜜つれが発生するから、 結構まずいよね5日目が最終日になる可能性があるしその霊媒を釣ると芯だった場合に決め打ちが早速くなっちゃうから分かんないんだよな正解がこれがヘッポコじゃなくって通常の霊媒だったら、まあ、間違いなくスナパイさん釣れド度安定進行になるんだけどなんならスナパイさん釣ってりょつさん釣って最低1陣害スナパイさん死んだら2陣外落ちるっていうのを作った上で。 なんか4日目占いが両方とも生きてるんだったら決め打ち死んでるんだったらそのもう片方も釣ってそうすれば安定で5日目6日目までいけるよねって進行が理想なんだけどそれができないんだよなぁ霊媒を釣った時に蜜つれが発生する可能性があるから保証はないからね劉津さん死んだらスタンファイさん連れでいいんだけど劉津さんが死んだと思う要素もないし いや、ロチさんがね、議論中に言ったんですよ、そのラストオルフっていう単語を。ただ僕ちょっと記憶力が悪くてね、その全部は覚えられてないから、まあその発言の前後にいろいろあったんだったら、まあそのラストオルフっていう表現はおかしくないのかもしれないけど、何をもってラストオルフっていう言葉がヨチさん目線で出てきたのかなと思って、まあこれ当たり前の話なんだけど、ヨチさん目線ってグレー二郎だ,だよね。あ、合ってるよね。ラストオルフ りょちさんだって初日に新郎新郎はないっていう確か主張でしたよね。だからまあ、高田さんをマックス教人。あ、だよね。確か、りょちさんって高田さんが対抗に白を打ってグレコンする意味がないからみたいな人狼として。多分、りょちさんって新教新郎で追ってるんで、タケルさん白を見ているりょちさん心霊媒目線って基本的にグレー二郎構造だから、ラストオルフっていう表現。まあなんかその枕言葉でさ、 なんかセカンドウルフがここで、あ、なんかセカンドウルフがうんたらかんたらの話も確かあったな。カラスマさんがセカンドウルフだったら、みたいな。なんかその上でラストウルフっていう表現はま,まあ出てくるのか。セカンドウルフがここでラストウルフがここみたいな話か。でもなんか、これ言葉じゃえだけど、セカンドウルフ、ラストウルフってもうこの際あんま関係なくないと思うんだけど。<laughs> だって、りつさん目線ってさ、単純にグレー、まあ、片白含めて二郎潜伏って考えたら、なんかそこにセカンドラストの優劣ってあんまなくないかな。 その2匹のどっちが先に連られてどっちがラストウルフになるかなんかわかんないからさなんか等しく二郎いるからやっぱラストウルフっていう表現がグレーに一ーいるっていう前提じゃないと出てこない単語かなって思うんだけどまあこればっかりは瑠ちさんの意図を聞いてみないと判断しかねるから明日それを聞いてみたいって感じかなうんまああとやっぱりねなんか安直かもしれないけど梅賢さん髪からたけるさんの黒って割と納得できちゃうんだよね まあもちろん夜会話で、まあ、スナパイさんオオカミが霊媒語ってて信用勝負勝つ前提で梅賢さん噛んだらタケルさんオオカミっぽくなるから梅賢さん髪タケルさん黒で信用勝負勝とうっていうまあいわ,いわゆるゲームメイクを組み立てる組み立ててる可能性も大いにあるんだよねそう結構タケルさんがオオカミだった場合に白1筆頭になるのは梅賢さんって僕も1日目の夜から思ってたんでタケルさんオオカミだったらもう梅賢さん白でいいよねっていう議論だったからこそ もう手に負えない梅犬さん。今後疑えない位置である梅犬さんを先に噛もう。まあ、これが一番わかりやすく単純明快な盤面。だけど、それを利用されてる場合がちょっと怖くて。でも、あんまそれが見えないのが、なんか、りょツさんがシーンで、一回占いを心境で置いた時の俺、二郎一がね、あんま今日浮かび上がってこなかったんだよね。まあ、わかんない明日がまあ、ワンチャン決め打ちになるのか、場合によっては。 それでは1番高田健けさんからビデオの開始のみを押してもらってきてください2番新太郎さん3番カラスマさん4番マイマイさん5番スナパイさん7番しばけんさん9番りょちさん10番けいすけさん11番いもすけさん12番かじゅきまるさん 恐ろしい夜が明け朝がやってまいりました昨晩の犠牲者はまいまいさんですまいまいさんはビデオの停止を押してくださいそれでは現在9名生存です皆様マイクのミュート解除お願いいたします3日目の話し合い7分間で開始してくださいどうぞおはようございます先僕言ってもいい、えー、はい人狼先どうぞどうぞどうぞ。あ<狼>あ、出してくれるんや人狼おお<ー>。 ケースケシロウですカククロにだけ。カククロになるならありがてえわ。かった。なんで一応整理しと、と僕視点は役職にしかもう残り狼おりませんとだけ。そうですね。高田り地ちりで砂パイ視点は完結かな、多分。そう。高田から釣る方が多分だよね。まあどっちでもか。まあ僕視点も、まいまいさん マイマイさん。マイさん。マイさんね。教じゃないマイマイさんのほったいぐちゃぐちゃ出てるかね。そう、高田さんが人狼で、スナパイさんが教人っていうのが普通の本線かなって感じ。で、慎太郎さんに言えることがあるとすると、ラストルフの想定運転の話は、カラスマさんがそもそもセカンドの話だよねって話の想定から進んでて、カラスマさんでの過去予想として僕は昨日の段階で考えてたから、その上でのグレーのラストルフ1の話をしてますって感じ。なら納得です。かな。 どうします今日でも確定黒になるんだったら、それこそ霊媒に手つけれますよね、うんうん、多分。うんうん、まあ、バランスみたいなら僕からでも全然いいですよ。あと、僕が釣られての道連れも発生しないで終わる。僕の希望する釣り順が通るなら。うんうん、あそうですね、スナパイさん、サンタガラさんみたいな感じで釣れば、うん、起こらないですもんね。うん,うん、うん。ゲーム終わるから、スナパイさん視点は。 なんなら、りょちさんが死ぬ場合でもそのスリジュンでも PP って、うん、多分怒、ね、んない。全然いいない。うんない。ないね、だから僕からでもいいし、急に、りょちくん<に>ついてゲームが終わるとめっちゃおもろいなっても。なんか、うん、ケルさんのなんかその精査が、えっと、どっちかによるみたいなことを昨日グレーの誰かが話したと思うんですけど、誰か話しましたっけ <laughs> なんかその人のことをすごい人間だなと思ったんですよ。あの、夜考えててね。で、 えっと、たけるさんが一生懸命役職の打ち明け触れてたし、なんか、りょを人狼として考えてみたいな話が多かったんで、なんか、りょが相方なんじゃないってちょっと、これめっちゃ単純なんですけど、思っちゃってます。なので、スナパイさんが真の時の釣りは、宝さんじゃなくて、り地の方釣ったら、本当に終わるんじゃないかなって、現状思っ,ってもうね、村が考えることは、り地ち真視点だけ考えてればいいと思ってて。なる,なるほど、なるほど。スナパイさん真視点はもうゲーム終わってるから、そう,そ,うそう、僕がスナパイなんで、 カジキマルさんに回答すると僕が狼の時ってスナパイ三振支店のカクツ作ってる状態になってるからそうかだから両地新支店だけひたすら考える状況おばかりをやってることもか <laughs> でもいいですよ<や>ち,ょちょっと質問してもいいですか あと慎太郎君が初日に、えっとまあ、今、要はあのスナパイさんが2世で領地が死んだった軸だけを考えればよくなってるから、だから、えっと、パクちゃんが人狼で、パクちゃんとの相方を探す議論だけをしたいんですけど、カジキマルは一旦弾いてるんですよ、パクちゃん投票的にね。慎太郎君って初日さ、パクちゃんに拾ったその慎太郎君の世界での疑わしい3人の中で、パクちゃんにとった白要素ってなんて発言してたかって覚えてます高田さんに対する見方 パクちゃんも僕と同じ意見で結構宝さん、親っぽいみたいな確か意見をし理してたんで、まあそこの共感、でも結構薄かった、僕の中では強いて優劣をつけるならって感じ。うんうんうん、なるほど。慎太郎君の視点で、例えばこの中に一人人狼がいるよってなった場合、それは誰だと思います今のところで大丈夫えっとね、梶木丸さんと柴犬さんは基本的に人間で見てるんで、えー、っとまあ、漂白を笑いんだったら、圭介、おモスケにはなるかな、消去法で。 パクちゃんとつながる人狼像ですよね、だから。いや、なんか割と単体精査しちゃった。僕、梶木村さん、柴犬さん、単体で白結構拾っちゃってるから。4つ<中>。で、僕からちょっとお願いしたいことが一個だけあるんですけど、うん、あの、スナパイさんを釣った後、宝田さんを多分釣るルートになって、僕が5人日の段階に多分生き残ってるルートになってると思うんですけど、なんかその日にグレーで一回釣りを挟んで最終日僕っていうルートにしてほしくて、僕の中ではね。 なんか殺意が欲しいんですよ。多分殺意がないままでグレー議論した後僕つってゲームが続いたってなったときに、多分それで思考が止まってる村人とか結構多数存在することになると思ってるから。いや、無理だよ。スナパイさん寝の追った場合の俺らって、えっと、人のはなくなっちゃうから最終日に行けなくなるでしょあ。そういうことか。それがあるのか。だから、領地連れまでは固定だよ、絶対。確かに、領地さん、あのまあ、狼だとして、前イさんかんの意味は分かんないけど。そういうのは認識してるんですけど、<う>僕も。うん まあなんか、そういういろんな要素込みでって話だったけど、<え>まあ、それはダメだね。それってさ、高田さん釣り、スナパイさん釣りで解決できる問題じゃないの順序的には。うん、解決できる。だよね。かだから、えっと、俺今日、あの要は高田さんとマイマイさんのどっちが進化とかじゃなくて、もう高田さんが明日出す結果を村がどう受け止めるかって、それは分かんないですよ。だから結局、その高田さんがどんな結果を出そうが、それをどう推理するかっていうのは、 もしかしたら、あのー、重くのしかかっちゃう可能性もあるので、なんか僕は別にマ、イマイが処刑されてる今日、うん、高田さんに、えっと、処刑を先に入れて、で、スナッパイさん、両地どっちが死んでも、あのー、二かみが発生しない状況を作って、スナッパイ釣り、両地ち釣りのルート、もしくは、両<や>地より前に、ぶれを挟むルート考えてもいいかなってちょっとそうだね、そっちにしよう。これ、どうですか、いいかな。まあ、みんがどこまで高田さんの結果1、1>, 1個なのか、2個なのかを欲しいかによって、このり順が変わってくると思う。 だってそれって高田さん釣るってことは結局例の決め打つってことで決め,、ね、きあ決め打ちが行われたないで。進行ですローラはできるってことで決め打つんだとしたら握手だと思ってます。<や>スナパイシンからの情報かいいのか。高田さんから釣るから霊媒の,あの能力が発動しない。だから安牌ではあるのはわかる。 九人四名は三人がいる。あんまり言いたいから、確かにそれなら、一応でこの意見を高田さんの城先の僕が出してるっていうところを、なだなっていうのはわかるけどって感じだな、自分は。全然乗り気じゃないな、パクちゃんだけに投票した時の高田健氏の投票理由は、人狼仲間のそれじゃないと思っているから、両チ君が終わるんだけど、俺視点はね、ほぼ。いや、なんか、スナパイん視点の負け筋作るのは嫌なんだけど。 いや、スナパイさんってその進行を、例えば、飲んでもいいけど、うん、俺何にもしないまま最終日迎えることになっちゃうよ。まあ、そうだよ。情報を何にも得られないし、提供できないし、<う>なくないですかだっちゃうん。ただ、タカラさんつって、スナパイさんつって、僕の心のグレイチマイツって、僕自身のグレイチ枚釣ってんだよ。 そ、ね、で,で最終日その漁地視点のグレーつって続いた後って漁地が推理間違えてる主張をらうもうそれはしょうがないそれはもうしょうがないよ僕が漁地が100釣りになるならいいと思ってるけどそれぐらいだったら別に漁地釣ってから別にいろいろあれでは話し合いが終了となりました投票をお願いいたしますはい投票します漁地君に投票しますもう僕の想定するラストルフは漁地君の方です以上ですはい投票します 高田さんに投票しますだから、そのルートだとって話をするんですけど、そのルートを描いた先に待ってるのは、多分僕を釣るまでグレーの村人たちは、はいはい、スナパイさん死んでしょ、どうせみたいな感じでグレーの議論が進みそうだなって、昨日の雰囲気的にも割と思っちゃってる部分があるから、それをしたくないから、撮影を5人身にみんなに持って殴り合いをしてほしいって話をしてるんだよな。まあ、そのために僕が死んだ方が早いっていのは別に理屈として理解した上でだよ。って感じかな。あ、そんな感じですかね。 はい、島県投票します。スナパイさんに投票します。それをしないから、りょちくんまで釣るって言ってる。りょちくんが死んだろうが、俺はその殺意がうんぬんとかじゃなくて、結局翌日絶対処刑するんだから、誰か一人は。関係なくて、そんな話。だから、スナパイ、高田、りょちっていう順で釣るから、絶対に釣るから最終までの話を、その、りょち新宿での話をひたすら詰めていった方がいいと思ってる。なんか、りょちが狼、スナパイさん死んだりょちが狼の時の、 結局、両チニッに釣り、最終日、本物やろうって間違えて村人が襲撃されたわけで、両チが残って両チが人狼勝ちましたって負けが一番悔しいから言ってる。はい。土俵をスナパイさんにします。別に高田さんのシーンがまだないわけではなく、カラスマさんの漂白だってあり得るから、両チ目線。なんかそんな、しかもスナパイさん釣り、両チシーン目線は何ら怖くないので、スナパイさん釣りでいいかなと。 思います役職者にラストルフがいてなのに予言者を噛んでりょちがク黒にするっていうのがもういよいよ意味がわからないから僕はまだ領地が本物だと思っております以上です投票します投票は高田健一さんに1票丸戸圭介さんの進行に賛成で僕はもう高田さんスナッパイさん領地さんの順番でそり切って 最終に来た場合ルーツ3シーン基本的に。になるからその時残ったグレーでオオカミを釣る進行が一番村勝率が高いかなっていう感じ。まあ前々さんが噛まれちゃった以上高、まあ、宝さんが明日どの結果を出しても一定数疑いは出ちゃうからこそ宝さんシーンだったら申し訳ないけどこれが一番僕の中のベストの釣り順。カジュキマルケイスケ結構単体で白拾ってるんで僕目線この進行が一番勝てそうって感じ。カラス様イモス介の精査でいけるから。 はい、投票します。宝さんに、ごめんなさい、投票します。なんか、別にどっちの占い師がこれで死んだとしても、白崎って、ケースケ、カラスマっていう二人であって、なんかじゃあ、紙って多分そっち側に入っていくと思うんだけど、俺は例えば、初日の投票で、慎太郎、カラスマの二人が、柴犬さんと切れてるっていうふうに思ってるから、なんか、じゃあ、柴犬さんが人狼軸の時にグレーで、人狼考察でね。 作ったのは圭介さんとかっていうふうに考えられるから、なんか、高田さんから釣って、俺もでも基本的には慎太郎さんと同じで、高田さん、スナパイさん、両チの順ですり切りっていうふうに考えてます。はい。はい、投影します。投影はスナパイに入れます。うーん。まあ。 釣り中に関しては、俺からつえっと、自分がグレーの位置にいた場合で、高田から釣りたいっていうのはわかる。が、残り、残れたら残りたいぐらいかな。まあ、自分から釣りが入った場合は役職者全釣りの最終日、グレーの殴り合いが自然か、スナパイが真だったら終わり。ゲームエンドなので、うん残れたらできる限り、 何を頑張るとかもないんだよな自分の視点もケースで投票します今ちょっと今日の議論を聞いていて推理がだいぶ変わってきて領地まいまいが心身だったかなってちょっとだけ思っています あだなので、まあ、カラスマさんの順路は、なんか基本、そのマイマイさん襲撃からも含めて、追わない方針で、だった場合に、今日一番考えてることが理解できなかったのは、俺実は柴犬なんだよなぁ。うん、柴犬なんだよなだから、ちょっと、慎太郎くんが柴犬を固く人間を送れる要素とかを、一回ちょっと夜時間にもう一回考え直してみて。慎、うん、太郎か柴犬にラストオルフで、柴犬の方かなって、今の段階では思ってます。はい、今の段階ではね。投票は高田さんです。 はい投票します。投票高田さんにします。まあそうですね。まありょ、まあ、りょ当然、りょつさんのシーンの場合だけをもう今考えてはいます。で、まあ、まあ、どうすれば、まあ、スナパイさんの神経ケアをしつつもね、ねスナパイさんのシーンでも負けないように言って、で、りょちさんの推理を軸に、えー、考察ができる場を整えてあげたいなとは思うんですが、そ、う、っ、ん まあいいでしょた、高田さんに投票します。それでは投票の結果、本日処刑されるのは高田健司さんです。有言をお願いいいたしますはい、基本的にスナパイが真じゃない場合は負けるかなと思ってます。両地が真の時って、仮に両地が真の場合って、俺が人外の可能性まであるわけじゃないですか。自分が真だと分かっているけど。で、その時って、 多分全体から見たときって占い師の真偽も分からんから、烏丸ス介が本当に白なんかも分かんなくて、紙で残った人たちは多分全員う、絶対に疑われる位置に含まれてしまうから、かなりなんかちょっと、運ゲー感が出てしまうので、スナパイが真だったらいいなとは思ってますが、スナパイが真だったときは、りょちが人狼でこの紙筋って価値がないので、 ん <laughs> っていう感じですかね <laughs>。なので、頑張ってください <laughs>。はい、以上です。それでは、高田健二さんはマイクのミュートビデオの停止を押してください。高田健二さんを処刑したにもかかわらず、恐ろしい夜がやってまいります。生存した皆様は、ビデオの停止を押してください。それでは皆様、おやすみなさいませ。うーん。 いや、俺、この進行が一番いいと思ったんだよな確かに。霊媒師を4日以降にすれば、どっちが死んでも100%密れが発生しないってことになるから、役職全釣り最終日が一番ケアできる。スナパイさん死んだら勝ち格だし、ルチさんが死んだった場合でも、ワンチャン勝ちがつかめるって意味で、期待値の勝率は多分6割7割ぐらいあるんだよ、この進行すればね。スナパイさんが死んだった場合の50%は勝ち格。で、もうプラス50%がルチさんが死んだった場合だけど、 まあその時は最終日に残ったおそらく4人の村人の中の1人の人狼を釣る作業。まあこれは結構きついかもしんない正直ね。正直そうなった場合人狼釣れる可能性20%ぐらいしかないけど、まあ合算したら7割ぐらいは勝てるんじゃないかっていう計算ね。うん。まあしかもこれから議論重ねていけるから4日目5日目。まあその間にね黒が定まれば精度も上がるってことで結構期待値は高いんじゃないかな70%プラスアルファぐらいは見込めると思うんだよね。でその上でじゃあ、そうもう言う通りみんなの。 スタバイさんシーンだったら価値観の進行を今からショートしてるんで考えるべきはロチさんがシーンでもう一郎がいる場合の話要するに片白を含めたグレー精査をするべきで、まあ、僕が評価してるのがケース系果樹木丸柴犬の3人なわけだけど、まあ、柴犬さんに関してはねやっぱ今日割と村勘定が出たなってのはあったんだよな まあ昨日まではタケルさん黒で置いたからケンさん白っていうセールだったんだけど、まあ一回今日タケルさんが白の場合もあるから、それだけケンさんってまた黒、手がまたグレーに戻るわけなんだけどね。ただそうなった時に、うーん。ケンさん今日めっちゃ負け筋をケアしてる村人っぽさは感じたんだよね。そう、その進行だったら、 スナパイさんが死んだったら最終日来ないよとかあと真っ先にロチさんが本物だった場合を考えるべきゲームだよって言ったのは柴犬さんなんだよね、まあ、だからその進行停止の速さと負け筋をケアしたい感じこういう負け方が一番嫌ですっていうのが僕は村勘定かなって思ってて梶木丸さんはやっぱ僕と思考が近い最初高田さんが本物っぽいって思ったそのるさんに票を重ねたことが一緒だったし実は僕宝田さんの 梅さん占いはあんま分かんなかった方の人間なんでだからこそそこもね梶池村さんと意見が合ってるんだよねいや僕も「梅犬さん占いはあれ?」まあこれ昨日話すしかなかったんだけど「梅犬さん占うのか」と思ってたけるさん釣った以上「梅犬さんってもうなんか占わなくてよくない?」ってまあ白毛やたけるさん白毛は分,分からんでもないけどうん、なんか変だなと思って僕だったら多分見ないんだよねそこたけるさんの色で判別できるかなってことでそれも一緒だったから ああ、で、圭介さんは今日の進行停止の仕方が村かなって。それでは、二番、慎太郎さんからビデオの開始のみを押して戻ってきてください。三番、烏丸さん。五番、砂パイさん。七番、柴犬さん。九番、良知さん。十番、圭介さん。十一番、妹助さん。十二番、梶木丸さん。恐ろしい夜が明け、朝がやってまいりました。昨晩の犠牲者は。 カラスマさんですカラスマさんはビデオの停止を押してくださいそれでは現在7名生存です皆様マイクのミュート解除をお願いいたします 4, 分4日4日目の話し合い6分間で開始してくださいどうぞありがとうございますどうもすうも。人狼あ<ー>まあ俺の昨日起こした行動の意図だけ説明しておこうかな 俺は昨日のマイマイ襲撃、スナパイさんとりょちくんが黒ク黒ロクロを出した段階で、80%りょちくんが本物かなと思ってた。やな,んなんだけど、その襲撃の趣向から考えてしまうと、スナパイさんが本物だったときにその、結局りょちくんが5人日に釣りを飲むよっていう提案まであ3、3人日だね、最終日だね。最終日に自分視点グレーを詰めて釣りを飲むよっていう趣向まで、えー、自分の発信から出してしまった以上、そこまで計算した上で、 えー、一応襲撃した可能性が少しだけ浮上してしまい、スナパイさんの、えー、とシーンをそれでりょちくんが、スナパイさんの信者はじゃもうこれりょちくん尋になったから、それを不当にスナパイさんのシーンを切る進行になる可能性がある進め方を取りたくなかった人。だから、スナパイりょまでをちゃんと釣って、昨日の俺の発言した段階では、高田さんのシーンもまだあるって考えてたから。 えっと、スナパイさんからツッコめでの高田、えっと、さんの色結構1個見たいなって思考だったちなみに投票時で高田さんのシーンは切ったから大丈夫なんか言いたいことが柴県にはあるんだけどだ、ねうん、なんかそうなんだよな普通に盤面パッて見たときに僕が狼のケースって相当薄くは見えるはずで、うん、であの最終日例えばさスナパイさんと僕をそのまま釣り切った後に最終日到達して僕視点の後追いはなくなるけど4ぐらい最終日が来ちゃうのよ絶対にそうだね そう。で、その四グレ最終日が来たときに、指定役も何もいない状態になってると、それこそ高田さんは人狼だったけど、高田さんの遺言,言通り、僕、新視点だと相当厳しいグレーの釣りになるから、だから、僕目線では僕が自分が霊媒師であること知ってるから、僕、視点の釣りを追加で1釣り入れたくて、それを5人目に挟ませてほしいって話だったし、はい、その上での高田さん釣りからの進行。あ俺はりょちくんの,の進行の提示自体は全部理解してるよ。うん。うん、じゃあ、今度俺のターンでいい 今日は、りょちくん釣りでお願いします。理由がいくつかあります。えっ、ー、と、りょちくん視点で僕は強靭確定ですよね。えっ、ー、と、マイ,マイが死んだという主張になるわけだから。今日、スナパイを急いで釣る必要がりょちくん視点でなくなりました。これは理解できる。で、次、りょちくん視点でラストウルフは、新太郎柴犬、えー、ケイスケイモスケカジキ丸のグレーの中にいるよっていう主張をしているんだよね。りょちくん視点でスナパイを今、今日、何が何でも今日のうちに釣らなきゃいけない理由はなくなったはずです。 今日う、りょちくん釣って破綻するなら、それで僕が偽だって決めようと言えばいいよくね。りょちくんからの釣りでお願いしますそもそも。そもそもスナパイさんの言ってる論理が間違ってるのは、僕は僕視点で4グレ最終日が来ることをずっと嫌ってて、そうなった時に僕視点の勝ち筋が相当薄くなるから、僕が生きてる、その僕っていう確定役が生きてる状態の中でグレー釣りを挟みたいって思考だから、スナパイさん視点での僕釣りっていうテーマは飲めるはずがないんですよ。だったら今日グレー釣り提案でしいいか僕からするで、ね、い,いしますえっと僕、きょうりょちさんから釣りたいです、基本的にはね。 僕の頃はどうしてもリョチさんちの脱げきれないからでスターパイさんから釣って明日もリョチさんが進化本物かっていう議論僕したくないんですよだからもうきゅうにリョチさんから釣って終わればいいし終わんなかったらもう明日からスターパイさんにセ選定のの3ができるから僕はもうその進行でいきたいです正直にキモスケケースケカジックマルにちょっとだけケティ今さレイシーにどういう風に思ってるリョチシーです俺もそう思ってるええー、マジ どうしてなんかそれは、それは、全然理解できないよ。俺、こんだけ、こんだけ教えて、俺、ひっくり返って、スナパイさんシーンに変わったんやけど、俺、高田さんが人狼の意味がわからんから、高田さんシーンやと思ってて、どうやって高田さんのシーンって切れた千葉県氏、発言が占い能力を全く持ってない人の発言に聞こえたうん、高田健氏にせ0は別にいいの、俺視点は。で、なんで、両地がシーンになったのかを言ってほしい。い、お願いしてくださいよ。 ごめん、喋り、え、喋りたいのがそもそもね、スナパイさんは何をどう言っても余地に投票するんだから、そもそも余地がグレーの誰を処刑したいかっていう議論をするべきで、なんか旅地が人狼だと思う位置を、なんか議論で詰めてよって思うから、余地が殺意を出してほしいって言うんだけど、余地が殺意を出してほしいよ、俺は。それはほんまにそう。 ちなみに言うと、イモスケさんは今日のこの襲撃筋を選ぶ人狼像からは外れてると思ってるから、イモスケさんの人間だけは決め打ってるんだけど、慎太郎、ロー、カジキマル、千葉県の3人、今日千葉県から意図を聞くまでは、この3人にラストルフがいる想定で基本的には考えてて、ケスケがラストルフだったら逃げ切られるなぐらいの気持ちで考えてたよ。で、慎太郎さんとカジキマルさんに聞きたいのは。聞き,な <laughs> <laughs> 聞きたいのはで止まっちゃった。お願い、ねもう。そっかそっか。 慎太郎さんに聞きたいのは、そのケイスケさんも昨日言ってたけど、イモスケさん、イモスケカラスマ以外の人間要素どこで拾ってるのかと、カジキマルさんに今の話の返答になるけど、グレーで殺意ない状態でグレーでのラストルフを残り4人から探してくださいは僕にとっては無理があるよ。まあ僕、全部ちなみに言語化できますけど、どうしますあと1分ですけど。あ、ぜひ話してほしいですよ。まあ柴犬さんの人間要素は昨日拾った。あの負け筋を常にケアしてる感じが人間っぽかった。一番最初にロッチさんが真だけを考えるゲームって言ったのは柴犬さんだから。 であのこの進行で負けたくないっていう発言も柴犬さんからあったから村勘定に見えたまあ圭介さんは正直ずっと警戒はしていた位置だったんだけどまあ昨日白をもらってる状態であの進行提示は人狼に見えないまあ梶木丸さんは高田さんに対する見方が僕と全くシンクロしていたまあ初動をシンっぽく見えてでタケルさんに投票を重ねたこともシンとして拾ってただ僕も梅拳さんなら違和感あったんでそこも一緒だったことからこの三四郎を拾ってるんで。 ただ僕、イモスケさんもね、別にそんなじゃあ、証拠で浮かび上がってるだけで、疑い要素はないんですよ。だから、基本的に僕は、りょちさんはやっぱ釣りたい、今日は。まあ、りょちくん釣りした時のメリットは、2日間かけて、りょち新視点の話ができる。そう、僕はそうしたい。じゃないと、明日もこの話になれそう。スナーパイさんとかグレイズと終わんなかった場合に。これも今日ローラーするんですよよねしますねそれでは、話し合いが終了となりました。投票お願いいたします。はい、投票します。あ、いいよ。じゃあ、投票します。慎太郎さんに投票します。 なんか、スナパイさん自身が狂人って分かってるからってのはあるんですけど、イモスケさんとかに説得したいなって思ってるのは、高田さんが人狼である意味が分からんって言ってるんですけど、高田さんが人狼だからこの襲撃筋をしてるんですよ。逆に、イモスケさんにお伺いするのは、スナパイさん視点で高田さん偽物だと思ってるみたいな話が結構出てきてたと,と思ってるんですけど、高田さん狂人の時にやってることって、死体しろと対抗のマイマイさんにしろ結果ですよ。ほんまか ほんんんんまままににかそれれはは考えた方がいいいですすすよ投投票票しますあ,あごめんなさささスナパイ入これで終わんなかった場合にスナパイさん強靭でもう一度グレーにいるっていうのが明日から議論できることになるんで、まあ、そうなったら基本的にまあニ的には僕とユモスケさんの対決になりそうだし僕もそれでいいと思ってる梶木丸敬介芝県を現状しろと思ってるからねあとはそれを判断するまあこれが間違えてる場合が怖いけど、まあ、それは一応明日話したりして。 ケアできるかなと思うんで、サファイアさんを捨てるながらね、この進行でいいと思います。はい、投票します。リオチくんに投票します。えっと今言ったことをもう1回ちょっと噛み砕くと、あのリオチくんがもうニクロ出してるんでレーベル結果。リオチくんがラストウルフ誰だっていう話をすべき日が、が今日からスタートしているにもだけど、リオチくんがその話しなかったから今日こうなってるわけでしょ だから、りょっちんつって、僕が偽だったら続くから、その時は僕が偽でした。人狼は高田さんとパクちゃんでした。の前提でラストウルフ探すっていうのを明日からやってくれたらいいと思ってるよ。続かんけどな。投票します。まあ、ごめん、りょっちに投票させてもらう。で、その上で、りょっちが真だった世界。 わかんない、俺が噛まれてしまったらもうどうしようもないんだけど、俺は全体の投票の中盤票で自分に2票入ってた段階で、パクちゃんに対して1票目を作ってるのね。パクちゃんが確定黒っていう情報がある中で、俺に対して矢印を向けるんだったら、ちょっとそこの差はつけてほしかったかなって一つ思ってるのと、うん、なんか高田さんの、まあ、占いの審議に関してはね、なんか高田さんに初日護衛が寄ってそうなんだから、毎毎を初日から噛めばよくないって思っちゃうのね、正直。 えっと、信居とか。まあ、宝さんが狼だったら嫌がるかもしれないけど。まあ、そっか。じゃあ、それはなしにしよう。宝さん狼だったら嫌がるわ。はい。なしにします。はい。ゲースケ投票します。まあ、スナパイさんに投票は入れておきますが、魚地釣りで <laughs> いいと思います。僕はもう、あの、スナパイさんシーンの場合、もう価値格なんで、あの、僕はスナパイさん釣り魚地釣りの方がいいかなとは思ってて、魚地ちシーンの世界しかもう考えてない。 です。両地震の世界しか考える必要がないから、もう両地震とだけ頭の中で入れて、昨日から慎太郎なのか、芝犬なのか、まあ、はたまた妹介なのか、みたいなことをずっと考えてはいましたが、うん、まあ、両地釣りからでいいかな。うん。まあ、多分、両地釣りで、続いた場合、スナパイ釣りで、まあ、最終日。まあ、明日頑張りましょう。また、続いたらね。はい、投票は両地にします。 いや、高田さんの狂人は俺も切ってるから、スナパイさん目線は高田さんが本物なんじゃないのって思ってるんですよ、俺は。両親に言うと。だってあるからね、別に。両親目線はないんかあ黒見てるからないんはさらないけど。いや、その、別にあるからさ。まあ、みんなが高田さんはも,もう襲撃があったから偽って言うてるけど。はい。まあ、大間違いしてる可能性は多々あるんですが。今日は両親投票で。はい。 はい。島葉県投票します。豊原良知君に投票します。まあ一応俺今日、霊審議をみんなに確認したのは、高田さんを昨日釣ってる場合だった進行に限り、霊の決め打ち進行が一応できる構図になるから、良知進視点でも二グレ詰めれる可能性もあると思っていて、良知の真の声が大きいと思ったらその進行を取ろうと思っていましたが、意外とそうでもないんだね。<laughs> 俺はそうなのかなと思っちゃってたけど。 だから、まあ、ちくん釣った上で進めればいいかなと思ってます。個人的な推理としては、慎太郎さんか圭介にオカミがいると思っている。イモスケかじき丸を結構評価しているから。それでは、投票の結果。本日処刑されるのは両ちさんです。遺言をお願いいたします。なんか、言いながら聞いてほしいんですけど、なんか、慎太郎さんが、まあ、最終日が来た時に、イモスケさんとの戦いを選びたいみたいな。 またインターネットが不安定で言ってたな。言ってたんですけど、僕はずっと言い続けてる通り、そもそも高田さん狼でこの路線を選んでるときに、イモスケさんがラストオルフとしてこのパターンを考えてるのであれば、2日目にスナパイさん処刑なんてプッシュするはずがないから、スナパイさん狂授が見えてるんだから。だからイモスケさんがラストオルフの行動としてそもそも噛み合ってないよねっていうのは今日ずっと主張し続けてて、慎太郎さんがそれでも最後ら、最終日4グレーの戦いになったときに、慎太郎イモスケの宅でって言われたら、それは僕視点人狼に見えるわさ。当たり前よ。 って話だし、カジキマルに投票してるのは見てるけど、もちろんね、パクちゃんが。パクちゃんのあの行動をどう見るかって言ったときに、そもそもタケルさん指が引き返せなくなった人の行動にしか見えてないから、カジキマルさんからのライン切りは別に追いかけますよ、そら。それを追いかけるよって話。だからなんか、慎太郎さんとカジキマルさんにはそれぞれフラストレーションが溜まる日だったなって、正直思っちゃって、おりますって感じかな、牧僕人してるれと。 芝犬が追ってくれるなら頑張ってほしいとは思うけど、僕は慎太郎さんがどうしてもラストルフには見えるよって感じでした。 それでは、りょちさんを主刑したりもかかわらず、恐ろしい夜がやってまいりません。村人陣営の勝利ですおめでとうございますでは、終わりなさい終わるの何だ何したね役職の内訳をね、ちょっと待ってくださいね。役所の内訳一旦お待ちくださいね。はいはい、終わりでございます。パクちゃんは映っておりませんが、パクちゃん大丈夫ですかねはいはい、ありがとうございます。ではですね、役職の内訳、確認してまいりましょう。役職のじゃ確認してまい少々お待ちください。 で,はですね確認してまいります。まず。えっ、ー、と、れれ誰からかいいかな。では、人狼3匹。で分、はい、けてください。はい。パクちゃん、たりょち、たけるの3路でございましい,ろいろ、ね、そして、霊媒師がスナパイさんです。うん、そして、騎士。さん騎士でございました<ー>、えー、そして、強人がりょちさん。 ルさん、あのえー、あこれあの、いろいろブラフが、ね、あるんで、ルさん、な投票人何て発言してましたっけ投票人何て発言してましたっけ、はい、僕はマイマイさんが標準だと思ってるんですけど、ずっとその理由はマイマイさんがスナパイさんに対して2分1の段階で白結果を投げていることと、カラサマさんっていうセカンドウルス位チに白結果を投げていることうでしょもう。もうちょっとあったでしょ、なんか。 もうか高田健さんのああ高田さん高田さんがマイマイさんという対抗にしろ結果、心境が見えてるし対抗にしろ結果を投げた後、死体の梅健さんに対して人間結果を投げてるから、狂人じゃないと思ってます。狂人の方高田健さんが狂人でございます。そして本物占い師がマイマイさんでございました。 いやこれね <laughs> 村が強かったからあの <laughs> 初日にね <laughs> 役所で全員票を入れられてるたけるが人狼で処刑されて <laughs> <ん>で,で高田県修医さんは余地人狼が分かっているので余地がねタケルがそう,うたける投票しているっていうところで <laughs> ライン e 量をね基本追わなければたける 絶対人間は白だから梅県で囲って白打って梅県投票理由そうするとスナパイからあの領地じゃあタケル黒が飛んで「おいどういうことやねん」になってパクちゃん釣られてパクちゃんも黒になってどういうことやねんっていう終わったなと思ったない申し訳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 ない